先週エルサレムの平和のために祈る日曜日だったんですけども、今日は長崎エルサレム教会って名前がついているので、私たち教会一人一人と思って賛美をしたいと思います。めんどりがひなをその翼の下に集めるように人の子らを行くたび集めようとしたことか。